探索。あ、おしたりさんじゃないですか。うわ、このポイント4つも使うんか。行くけ、行くぜ。これから探索に行くんですか。ああ、そうやけど、お嬢ちゃんも一緒に行くか。はい、お願いします。ほな、行こうか。しゃあ、行くぞ。これ、あの、移動パートやろ。これは、あの、相手が喜ぶこう選択肢を選び続けて好感度を上げ続けるゲームやろ。空気もうまいし。合宿所の広場なんてフライパン置いとくと目玉焼きができそうなぐらい暑いですからね。ああ、特に午後は広いな。たまの雨が降らへんかったらとてもやないけど、やっとれんわ。暑いのは辛いね。しかもなんか空調もそんなしっかりしてなさそうやし。ああ、あれで少しは涼しいなるな。おしとりさんは晴れと雨どっちが好きなんですか。そらやっぱり晴れやろ。雨もええけど、雨の日は外でテニスするとえらいことになるからな。なるほどな。なんでこんな世間話しながら歩いてんやろ。そらな。それでお嬢ちゃんは晴れと雨どっちが好きなん。それはおしたりに合わせよ。晴れや。私も晴れが好きですね。ええ、おしたりさんと同じで。自分日焼けに弱そうやな。ああ、まあ女性はみんなそうちゃう。だから日焼け止めはいっぱい持ってきてるんですよ。ああ、そういや自分だ、南の島に行く予定やったんやな。そうやったんですよね。ええ、そうなんですよ。そうやったんや。近づいてきた。こういう森の道歩いてるとつい歌いたくなりませんか。歌はやめとき、いろいろ問題があるから。それにここは森やのうて林やで。林やで。歌では森の中ですし。歌いたいんやったら鼻歌にしとき、多分ギリギリセーフや。わかりました。何これ、権利関係の話をしてんの。ルル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 ルチャレンジャーやな自分。おしゃれさんも歌いません。やめとく。さっきから頭ん中その曲がリフレインしてる。なんやろこれ。なんのネタなんやろ。ところでどないや、今日でこの島に来て3日目やけど、今の生活少しは慣れたか。あ、これどうしやろな。まあ適応力あるとこ見せとこうか。いやー、もう完璧ですわ。ここで暮らせますわ。 それならいいんや。なんか困ったことがあったらいつでも言うてええからな。暑いです。なあ、頼ってな。あ、これは分かったやろ。おお、近づいてきた。いい感じちゃうか。なんか余計なことを考えずに素直に言ってもいい感じか。ところでおしたりさんは兄弟いるんすか。おるで、姉貴が一人。ああ、そうなんや。そうなんですか。兄弟仲いいんですか。ええ方なんちゃうかな。指定仲か。知らん人が見たら。え、うちの姉貴は人前やと猫かぶるからな。ああ、なかなかその正体を明かさへん。この作品キャラクターになんか兄弟設定されてる率高くない。その正体って。それは言われへん。それはまたなぜです。俺も命は惜しいからな。なんだかすごそうですね。今の話、もし俺の姉貴に会うことがあっても絶対言うたらあかんで。二人だけの秘密。ああ、なんかそういうのあんねん。直したりにもあんまり嬉しくない秘密の共有ですね。それはともかく、自分はどうなの。兄弟はおるんか。ん、あ、ええ、ちょっと捏造できるやんけ。え、捏造できるやん。でもここで弟がいますにしたら、自分がお姉ちゃんであることということになるから、おしたりに話を合わせられるから。弟、私も姉なんですよ実は。ほな、うちと境遇は同じやな。自分もやっぱりあれなんか。あれですね。あれって何ですか。あれって。それから俺の口からは言われへんって。うちは仲がいいですよ。今うちはって言うたな。俺んとこと違うって言いたそうやな。お前んとことは違うんじゃん。おしたりさんの兄弟仲っていいのか悪いのかどっちなんですか。そやからええって言うたやろ、知らん人が見たら。普通なんですね。まあそんなとこや。オッケ
めっちゃ順調ちゃうか。どんどん近づいてきてる。近い。押谷さんってどんな風な学校生活を送ってるんですか。どんなって言われてもな、自分と変われへんと思うで。それじゃあ得意な科目ってありますか。得意な科目言うたらお見合いみたいになってきた。数学と科学、技術やな。化学得意なんや。え、あ、てことは結構理数系。まあな。それでお嬢ちゃんは何が得意や。私はないこの潔さ僕めっちゃ好きやから選びたいんですけど。でもなんか今んとこ合わせ話合わせたら喜んでるっぽいから合わせといたらいいんちゃう。ふん、中2やったらそろそろ連立方程式か。あー、連立方程式とか中2か。あそこでつまずく人間結構おるからな、気ぃつけや。あ、そうなんや。連立方程式とか結構得意やったな。分かった分かった、これ以上は近づけへんねん。画面からはみ出るからかな。なんや、煙みたいなの出てきたな。煙というかもや。あそこから出てるな、行ってみようか。ん、めっちゃ歩いたな。お、温泉。これは温泉やな。レジャー施設やんけ。もうこんなところに温泉なんて。どれ。はあ、湯加減もちょうどいい感じやんマジで露天風呂やん。どや、一緒に入るか。はい。勘弁してくださいよ、下地さん。冗談やけど、これがもっと近くにあったらみんなで入りに来れるんやけど。はあ、合宿所から来るにはちょっと遠いですね。まあ、でも温泉あんねやったら多少遠くてもええやろ。温泉やぞ。もう少しなんかないか探してみようか。よ、温泉見つけてんで。もうそれにしても温泉ウキウキで帰れるやろ。この島火山島か。そうかもしれませんね。頭良すぎへん。ああ、この中学生。足元気ぃつけや。中学生やんな。その先岩の割れ目があるで。中学生やから逆にそういう知識あるのかな。え、なんや、この後地鳴りか。終わり、終わりですか。地震ですか。終わりなんですか。私たち終わりなんですか。ちゃうな、この音前に聞いたことあるで。なんや、え、あかん、お嬢ちゃん伏せて。はい、近い。なに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 、一応サムネ用に。なになになにしろ君。じっとしとき。なに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 スプラッシュマウンテン。なんでこの音を聞いたことがあんねん。びしょびしょやん自分。伏せやなあかんかったか、それ。よかった、大した温度やなかったな。あの下地さん、うん、もう大丈夫やろ。収まったみたいやな。どいてもらっていいですか。蹴りますよ。噴水ですか。間欠泉や。はあ、お湯や水が一定期間で吹き上げる天然の噴水やな。まあ出てくるんは温泉や。なんで間欠泉の音を過去に聞いたことがあんねん。うん、見事にお湯がかかったからな。けどお嬢ちゃんが無事でよかったわ。間欠泉の温度って結構高いんじゃないの。かばっていただいたのにお礼も言わないで。そうだよ。ああ、気にせんで。驚いとったんやろ。そら驚くわ。間欠泉に対応できるお前に驚いてるわ。服どうします。天気もええし帰り道で乾くやろ。気にせんで。ほな帰ろうか。せやな、雨降ってきたらそのまま浴びる連中やしな。うわー、めっちゃ好感度上がった感じやんこれ。ああ、もうなんか間欠泉からかばっただけですげえ好感度が上がる男。ああ、えらい時間かけとってんな。温泉見つけました言いながら男の方がびしょびしょで帰ってきたら何があったんやってなるけどな。やべえ、探索から帰ってきたら疲れ切ったおしたりが消えた。今頃川に流されて海に出てサメにかじられてる頃なんやろな。もう龍馬がしつこく噂持ってくる。
噂持ってんだけどどうみたいな。もうわかった、行くよ。聞くだけ聞くよ。なんやねん、なんじゃこら。おいこら、なんやおら、来たことがあるじゃおら。何、越前くんは日吉くん、あ、日吉の噂な。はあ、あ、他校のキャラの噂も持ってきたりすんねや。あるけど。どう、なんか日吉の弱点は。打つときに変なポーズしてた。知ってる。うん、知ってる知ってる。巻き割るときも変なポーズしてたよ。左手左足を前にして、半身になってんの。なんか、古武術の方って聞いたけど。あ、でもなんか龍馬も、龍馬もええな。龍馬も攻略したいな。お前かわいいな。お前かわいいな。連れて帰るぞ。日吉、古武術ストローク。そういえば最近スポーツに古武術取り入れてるって流行ってるもんね。そうなんだ。なやこいつ、なやこいつ、いいな、いいな、いいけどお前ちょっと漫画と顔違わん？君なんか写真と顔違わない？帰ってきたかな？したらおら、したれおら、したれ、したらない、したらず、どうしよう。マジで興味ないキャラのとこ行ってみるか。タカさん筆頭候補やねんけど。立花タカさんの、タカさん行くよ。お、おおおお、手塚さんじゃないですか。少し話したいんだが、構わないか。いやでーす。タカさんとこ行くんでーす。そうか、忙しいのにすまなかったな。帰れ帰れ、タカさんとこ行くんじゃ。わしは、おらあ、うん、いいよ。川村さんはどうして山側を選んだんですか。そうだな、やっぱり山側のリーダーが手塚だからかな。そうですか、ありがとうございました。多分それで声楽のメンバーはみんな山側に来たんだと思うよ。せやな。というかまあ、後部が海を選んだ時点でもう声楽の中で海は消えたやろ。あ、後部あっち行っちゃうんだ。じゃあこっちかな。そうだね、みんなで一つの目標に向かっていってるってのもあるしね。でもたまに喧嘩もしてるよ。楽しそうでいいですね。今は君も仲間だよ。え、ほら一緒に遭難してるしね。ゼロ式ドロップ。あ、なんかいいやつやな、タカさん。いいやつやな。でも攻略したいとは全く思わんな。川村さんってずっと声楽テニス部のレギュラーだったんですか。いや違うよ、レギュラーになったのは3年になってからだよ。まあ苦労人やもんな。まあね、特に今の3年はすごいやつばかりだから。パクリ技だけでのし上がってきたもんな。パクリ技と体力だけでのし上がってきたもんな。そう？レギュラーに選ばれてるし、強化選手にも選ばれてるのがその証拠じゃないですか。ありがとう。はあ、ニオのとこ行けばよかった。素直。なんやこの普通な感じ。ニオのとこにしとけばよかったわ。では今日の探索の結果だが。はい、聞きます。まず俺から報告しよう。何ですか。北の方に湖があった。ほう。おそらく合宿所に流れている川の源流だろう。そうですか。裏山の奥の方に果物がなっている場所を見つけた。めっちゃ果物なるやんこの島。だがここからはやや遠いから食料調達には少し辛いな。まあ食い物がなくなってきたらって感じやな。うん、だが状況によっては必要になるかもしれないな。で温泉があった。うおーってならのおかしいやろここ。温泉？ちょっと場所が遠いから気軽に入りに行けるとこやないけどな。ひゅー、小高い丘があった。だが特筆すべきものは見つけられなかった。使えな。他には？そういえば使えなかったな。食料がありまして、小麦粉です。お、やるやん。小麦粉？ええ、廃村の蔵の中に一袋だけあったので持って帰ってきました。さすが日吉。いないのか。大丈夫ですよ。おかしいやんけ。そうか、それは助かったな。後で後部たちにも半分分けておこう。もうこの時手塚内心ドキドキなんやろうな。あれ、え、小麦粉、嘘やろ、怪しまれるって思ってんやろうな。
あ、どうした？あいつ変っすよ。俺が調べた時はあの村に小麦粉なんてなかった。ああ、見落としや見落とし。深く考えんな。見落としたんだろ。よくあることだ。深く考えんのやめろ。俺が？モモ先輩ならわかるっすけど。うるせえ、深く考えんのやめろ。なんだと？二人ともよせ。それで他には何かなかったのか？なかったのか。ありました。ああ、イブ。何があった、イブ？真新しい缶詰。帰っていいぞ。なんだ、缶詰？焼き鳥やら三つ豆やら段ボール箱に入ってました。ああ、また手塚がドキドキになってしまう。どこで見つけたんだ？怪しまれる、怪しまれる。東の海岸近くにある花がいっぱい咲いてるところです。はあ。なんやそれ、この島人がおるんか？やべえやべえってなってんやろな。変だね、今まで他に人がいる気配はなかった。ああ、もしかして先生方の持ち物じゃないのか？なんでそれが花が咲いているところに段ボール箱で置いてあんねん。ありえるっすね。そうだよ、きっと先生方の落とし物なんだ。今からでも探しに行かないと。大石。落ち着け大石、あくまで可能性の話だ。それに今からでは遅い、もう日も暮れる。というかあの先生方は死なんやろ。そうそう、そうだけど、イブの言っていたのはこの合宿所から歩いて30分ほどの場所。ああ、ちょっと遠いな。もし先生方なら今頃はもうこの合宿所に来ているはずだろう。でも先生方がここに来られない理由が何かあると考えられないか？どんな理由だ？どんな理由や、言ってみろ。足が折れたのか？わからないけど。足が折れたのか？データが少なすぎるので確定はできないが、手塚の言っていることは論理的だ。わかったよ。さすが美味しい。それで、話がわかる。それを見つけた缶詰はどうするんですか？全て食って空にして元の場所に戻す。食料のストックに入れておく。お、少しは変わったもんが食えそうだ。では今日のミーティングは以上だ。解散。はい、お疲れ様でした。おっつ。いやー、手塚も頭が痛いな。